アリーとバジーのアイヴェオフォニックスした方がいいって英語でどういうの今日はかすみさんのコメントからこの前英語圏のお客様に何何した方がいいと思うんだけどどうしますかっていう英語が全然出てこなくて悔しかった 簡単な単語なのにパッと出ないときってありますよねしたほうがいいの表現もし一個覚えるならこれ should Should 例えば2番目の電車に乗ったほうがいいよは You should take the second train. It's faster. You should take the second train. It's faster. <S こんなふうに、should と、動詞の原形でって言うんだよね。should って言うと、ちょっと言葉が強いかなって思うときは、I think とか、maybe とか、perhaps、probably など、 弱くなる言葉をつけるといいよ。わお <Wow. S 1> 何を食べるか迷ってる友達にタコスにしたらは、I think you should get the tacos。髪の毛を切った方がいいかも。Maybe you should get a haircut! 逆に自分の好きなものを絶対おすすめって強調したいときは definitely をつけるといいよ。<Yeah. S 1> この番組はすごく面白い。絶対見た方がいいよ。This h o w is so good. You should definitely watch it. 他にもおすすめするときに使える should と could の表現。 この動画でも説明してるから見てみてねじゃあ今日は何々した方がいいの言い方練習してみよううん見てみよう見てみよう !8 番出口で出た方がいいです !You should take exit 8!You should take exit 8! もう出モテカケがいいと思うよ。I think he should leave now. I think he should leave now.Kasa 傘をモテがいいかも。Maybe you should bring an umbrella. Maybe you should bring an umbrella. 英語の質問あったらコメント残してね。<Woo! S 2> チャンネル登録もお願いします。次のビデオ。待ってたね。ライクも忘れないでね。See you later, alligator.